ではシトロエン SM をちょっと試乗したいと思います。まあ運転はちょっとこれ僕はあれなんで今コックピット運転席に助手席に乗り込みました。オートマチックにはなってるんですね。今車高がこうハイドロニューマチックサスペンション、これで車高調整しております。今からバックリバースが入ります。お店には誰もいませんが、ちょっとくるっと一周回るぐらいならいいでしょう。こちら側は OK ですよ。 OK ですか。こちらは OK です。このままバックすればいいです。斜めにいいですよ。 OK。 オーライ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 、全然大丈夫ですね。アキュムレーター、これハイドロニューマチックサスペンションというのは、常に平行に保とうとする機構で、乗り心地はシトロエン特有のこのふわふわした乗り心地が、結構マセラティのエンジンスパルタンですね。もっと静かかなと思ったらエンジンがゴーゴーいっております。これは宇宙船のようでございます。していただいて、みんな見ますね。ここを左に回ってみましょうか。これ何 cc なんですか。 3000cc。まあ、当時にしては、まあ、普通って言えば普通なんですが、エアコンも走り始めたらだんだん効いてきましたね。ちょっと国道から中に入ってこういう細い道を来ますと、この車幅が2メーター近くあるんでしょうか。ここ結構ガタガタしてるんですが、乗り心地ゆったりしてますね。なんか船のような船のような乗り心地でございます。これどっち行けんだろう。このまま右へ降りていってください。右へ折れていって、次を左ですね。大丈夫ですよ。これは細長いですから。いや、これね、正面から来た車はね、驚いちゃいますね、みんな。これ左折でございます。ストップですね。まだ来ますね。オッケー。これみんな止まりますよ。ワンストップでございます。ただいま4分25秒。5分間の旅はこれで終了でございます。ありがとうございました。おそらく2度乗ることはないと思いますが、素晴らしい答えでございます。
SM でございました。